こんにちは、ヒカルの練習日記2日目になります。動画自体は3本目になるんですけど、まあこの日はね、練習の日程的には2日目になります。で、まあ初回の練習動画で言った通り、今日は技を仕掛けていきました。ただやっぱりね、いきなり技やりすぎちゃうと関節とかちょっと怖かったので、例えば鉄棒の離れ技とかだと、離しはするけど持ちはせずバーをタッチして降りるとか、あと降り技とかだともう1本とかで終わるっていう風にして、今日は技を仕掛けていきました。現在アップ中です。はい、ということでこちらコスミックになります。僕ね、現役時代コスミックが一番鉄棒の中で得意だったので、あ、これはできるだろうって思いながらちょっと軽い気持ちでやったんですね。そしたらね、意外とできないもんですね。全然スイング合わなくて、バータッチして普通に降りてやろうと思ってたんですけど、バー触ることすらできなかったです。そして腹筋がめちゃめちゃ痛かったです。バーを弾いた時、コスミックって意外と腹筋使うんですね。ということでこちらトカチェフです。僕の癖強めトカチェフです。はい、癖強いですね。こちらはバータッチして降りれましたね。ただ高さがなかったり切り返し甘いなって感じて、やっぱりこの辺もね、はい、思ってたよりできないですね。続きまして降り技になります。これは多分伸身のムーンサルトをやろうとしてますね。伸身で2回回りながら1回ひねる技ですね。はい、どちらかというと離れ技より降り技の方が怖かったですね。意外とできてますね。はい、でなんで降り技怖いかっていうと、離した後にバーに足が当たっちゃうんじゃないかっていう怖さがあって、離れ技よりも意外だったんですけど降り技の方が怖かったです。はい、なので次は伸身の新月面ですね。2回ひねり怖かったので後輩にパッドを入れてもらいました。意外とできてる。はい、ここですね。僕はこの後下を1回確認してから、ここですね、2回ひねるようにしてます。はい、こうやって動画で見ると意外とできてるんですけど、やってる時の感覚としては全然できてないんですよね。しっくりこないというか、まあ、そういったところでちょっと感覚のズレあるんだなって改めて感じましたね。はい、でこの動画が、まあ、初回の練習動画を撮った次の日だったので、本当に筋肉痛やばくて、もう朝起きてから筋肉痛やばみたいな、全然ベッドから出たくないみたいな感じだったんですけど、はい、ちょっと今日しかできなかったのでね、やってきました。めちゃめちゃ揺れてますけど、こちらサルトハーフですね。はい、でまあ、筋肉痛とかすごくて、こうぶら下がった時とかも肩とかもちょっと痛かったんですけど、まあ、鉄棒をやって手首にテーピングとかもついてたんで、まあ、釣り輪をねちょっと2本だけ仕掛けるだけ仕掛けて終わりたいと思って、すぐに釣り輪入りました。これはルドルフです。2回ひねり、はい、なんかもっといけると思ったんですけどね。はい、ここからひねり始めてですね、いや回転はいいんですけど、やっぱりひねりにキレがなくて、まあ、回転はこのままでもうちょいひねりの鋭さを出せたらちょうどいいのかなって思います。そしてこちらは平行棒、ワンツーは豆作りをしています。平行棒なんか体操の豆って全部同じかと思うじゃないですか。なんか鉄棒、釣りは平行棒でそれぞれなんか豆が違うんですよね、僕的にですけど。なので平行棒平行棒で豆がまたちょっと、はい、ブブブバイ、はい、ということで練習しています。はい、本当にスイングした時肘抜けそうで怖いです。肘抜けるっていうのはなんかなんて言ったらいいんですかね、体を下に下ろしてきた時にここですね、で肘かっくんしちゃいそうな感覚あって、本当に怖いです。なんなら平行棒の折りが一番怖かったんですけど、今日は折りはやるって決めてたんで、ちょっと久々に折り技やってみました。もうこれこそ本当に引退ぶりですね。はい、さすがに怖かったん で、あと体力の消耗とかも大してないんで、まあ他の種目よりは多めにアップしました。今から屈伸ダブルやってみます。はい、ここで秘密兵器です。パッドですね、この黒いやつ。そうです、あれあるとね、当たってもね多少痛み軽減されるんでね、まあ、技やる時の安心感が違います。はい、この黒いパッドを使って屈伸ダブルをやっていきます。
本当に肘だけは抜けないでほしいですね。肘抜けたらもうあの白いバーに頭打っちゃうんでね。ということでやっていきます。いや本当に怖かったこれ。はい、意外とできるんですね。でもね本当に下が分かんないです。回りながらできた、危ない。回りながらね意外といけたんでもう一本だけいきます。あれ今自分どこにいんのってなっちゃいます。はい、ちょっと楽しくなっちゃってもう一本やっちゃいましたね。はい、まあこれ一本目より良かったですね。ただ本当ここで肘抜けそうで、本来ですとここでもうちょい肩倒したくないんですね。肩起こしたまんまで体を押し上げたいんですけど、やっぱそういったところの筋力とかがないせいかそこができなくて、もう後ろに倒れちゃって高さが出ないまんま回転ばっかりになってしまってますね。だから下が分かんないんだと思います。ということで2日目の練習動画でした。動画を見てると意外とできてる風なんですけど、体力だったりね、あの硬いマットの上でできるかって言われるとまだそうじゃないんで、その辺も頑張っていきたいと思います。